寄れてるから、やった。ちょ、小魚はピチャピチャ跳ねてるからな。結構アピール強めじゃないとな。飛ぶ？食われてる。すごいな。何が追われてるの？追ってきた、追ってきた、追ってきた、追ってきた。さすがに無理ある、これじゃあ。でも持ってきた今。やる気ありありだね。気づかなかったんだけど。ごめんごめん。ビビヨーン。やったー。最強パターンで、またちょっと当たり分からなかったけど、でもなんかスクール入ってきたのも見えたし、なんか多分ここ水きれいなんで、多分大きいのも入ってきて、まあとりあえず釣れたということで、いつものやつですね。
気づけ。ああ、今いいとこだからカッパ切れないわ。降ってきたけど。まあまあサイズが入ってったな。お、お、お、降ったよ。よっしゃ。あー、さっきのサイズではないけど、さっき見えたサイズではないけど、でもいいじゃん。もう寝ちゃえ。危ねえ。またバラすかと思った。よし。イエーイ。やっぱり最強パターン。ちょっとね、見えて狙ってたサイズとは違うけど。まあでも楽しいね。やっぱり。すっごいよれてるね、ここ。きしゃ、食った。よれてるから。やった。めちゃくちゃいいあたりだったな、今。うわ、しかも、いいサイズじゃん。乗り越えた時にコンコンって入った。
久々あれぐらいのバスかけたからちょっと焦っちゃったな。はい、お疲れ様でした。いやー、なんかパッとしない感じだった。なんか自分の中では結構悔いが残るシーンが多かったというか、もうちょっとね、あの坂本で釣れたやつとか、カバスケか、ああいう釣りがもうちょっとハマるかなと思ったんですけど、なかなかね続かずで、でもまた多分これから今台風が終わってちょっと濁ってるタイミングなので、多分これからまた水が戻ってすごくなんかなんだろう、調子戻ってくるんじゃないかなと思うんで、また来たいと思います。お疲れ様でした。